イルドシートには大きく分けて3つのタイプがあります。乳児用、幼児用、学童用です。乳児用、およそ0歳から1歳、生後すぐの新生児にももちろんチャイルドシートは必須です。赤ちゃんを空搬などに入れたまま車に乗せるのは大変危険なので絶対にやめましょう。首が座る前までは特に注意が必要です。使用上の注意をよく読み、専用のシートなどを必ず使うようにしましょう。おおよそ1歳まではこのタイプを使用することが多いです。設置の向きも前向き、後ろ向きとありますが、身長や体重、年齢などによって制限がありますので、お使いのチャイルドシートを必ずチェックするようにしてください。幼児用、およそ1歳から4歳、この頃を境にジュニアシートに移行するママも多いようです。ただしジュニアシートといってもメーカーやその種類によって適用の年齢や体重など制限がありますので、必ずチェックするようにしましょう。学童用、見た目は硬いクッションのようなものです。これは一人でしっかり座れるようになった子供でも座高がまだ低いので、その座高を補うために使用します。学童用のチャイルドシートの特徴は、大人が使う3点式のシートベルトをそのまま使用するということです。使用の目安は4歳から10歳、体重が15キロ以上、身長が135センチ以下です。